ますからね。行けます、会いたい、じゃあちょっと今後楽しみに見てください、はいはい、ということで、コーナーへ参りましょう。各都道府県中継企画隣町このコーナーは同じ県の市町村の代表者がわが町自慢をプレゼン対決、うん、パンクさんと東京ダイナマイトさん、これ長さんにはどちらの町が熱いプレゼンをしたかを判定していただきます、はい、そして今日の隣町は沖縄県の北谷町と名護市の戦いです、うんうん、はい、果たしてどんな対決になるのでしょうか。ここからは沖縄県住みます芸人のオリオンリーグの玉安さん、よろしくお願いします。はいさーい、はいさーい、改めまして沖縄県住みます芸人のオリオンリーグ玉安です。よいしょよいしょ。今回はですね、北谷町全力応援芸人のピーチキャッスルの前翔、はいどうもです。そして名護全力応援芸人ヤンバルナゴンのお願いします、はい、と一緒に沖縄県隣マッチをお届けしたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、マッチを背負っての紹介ということで、そうですね、意気込みをお願いいたします。北谷町に生まれて北谷町に愛された男、ピーチキャッスル前翔です。今日は勝ちに行きますよいいですね、力強い声援ありました。さあお願いいたします。はい、名護市全力応援芸人ヤンバルナゴン知念、今日は絶対勝つぜ。そして知念君、今日はもずくを養殖しております。もずくじゃないよ、もずくじゃない、はい、この3人でお届けしたいと思います。自分が見えないということなんですけどもね、見えなかったね、もずくがしっかりと養殖されておりますが、位置関係、名護市と北谷町こうなってます、うん、全然隣マッチじゃないですよ、めちゃくちゃ離れてますよ。いや、ありませんけども、ね、あの宇宙規模から見たら隣ということで、よろしくお願いいたします。はいはい、さあ皆さん気合入ってますか。うわー、いいねー、綺麗な綺麗な女性が今日は多いです。一人一人ね、ヤギが一人ヤギが混じっておりますけども、元気よくアピールしていきたいと思います。梅雨時なんでね、若干湿ってますね梅雨時なんでヤギがね湿ってますけどもね。さあということで、今日、はい、我々がお届けするのは北谷町の美浜メディアステーションからお届けしたいと思います。はい、頑張っていきましょう、はい、そしてですね、北谷町をプレゼンするのはですね、うん、ザ・北谷の皆さんです。ザ・北谷、ザ・北谷、はい、でこちらからですね、チータン、ご当地キャラクターのチータンですね、はい、でこちらが、ジェシー、ジェシー、はい、ジェシー、そしてこちらがエルウッド、はい、でこちらがジェイクです。めちゃくちゃいるよ、はい、すごい大人数で、最後はこちら、チュラハマ大使の皆さんです。よろしくお願いします。お願いします。いやー、すごい、ご当地キャラすごい多いですね。はい、今日は大人数来ます。名古屋エリアまで入ってきてしまっております。なんか知ってるんだけど。さあ、名古屋も負けじと、はい、そしてですね、名護市のプレゼンをしていただくのはこちらの、チーム名護 PR プロジェクト、略して TNPP の皆さんでーす。TNPP、 はい、そしてですね、名護市のご当地キャラクターの名古屋方も来てますよ。名古屋方ですね。へえ、上方方言ですよね、方言で、なまりで名古屋方って言いますね。はい、こちらでお届けしたいと思います。よ、それではなんで親方なんですかね、これ名古屋方は。名古屋方、なんで名古屋方、はい、なんか持ってますけどね、ろくろ名古屋方、何の人なんだ。これですね、あの続きはウェブで、続きはウェブで、知らないのか。ウェブでとなっております。持ってないな、みんな情報。それでは今回第1回のお題はこちらグルメ、よいしょ、いいね、グルメとなっておりますが、はいはい、8勝グルメで対決していただきたいと思います。いいね、グルメ対決、8勝グルメ対決です。なるほど。さあ最初に先行はどちらでしょうか。お願いします。北谷町から行かせてください。お願いします。さあ、プレゼンする方は誰ですか。はい、ありがとうございます。じゃあ前の方にお願いします。前の方に、前の方に、はい、じゃあということで自己紹介お願いします。はい、7代目北谷町チュラハマ大使の島袋奈緒です。よろしくお願いします。島袋さん、はい、ちなみに大型です。はい、ありがとう。制限時間は1分のプレゼンですけど、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。それではいきましょう、プレゼンスタート。郷土料理の多い沖縄県なんですが、うん、私たち北谷町は骨汁の発祥地として知られています。はい、
骨汁なんですけども、初めて聞いた方々や写真を見た方々は骨がむき出しになっているので、これ食べ物なのと思われる方もいらっしゃると思うんですけども、これ沖縄そばの出汁を取るときに、煮込んだ骨なんですけども、周りにお肉が結構ついていて、ほろほろ柔らかいお肉になってます。それをまあ野菜とか豆腐とかと一緒に新たに調理して、こうやって汁物として出すんですけども、お店によっては塩や醤油やお味噌で味がいろいろあります。あるよね。はい、でこちらなんですけども、一応希少なのでファンが結構多いです、っていうのも、出汁用なので5食から10食ぐらいしか1日出せないお店が多くて、少ないよね。オープンしてすぐだと売り切れて、オープンしてすぐにもう売り切れてしまうほどのものなので、まあ、食べたい方はちょっと早めに並ぶことをお勧めします。はい、はい、じゃあ丹頂に来たらぜひ骨汁食べてみてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。うまそう。美味しそうでしょ。うまそう。すごいボリューム満点なんですよ。限定食ですもんね。そうですよ。はい、じゃあ、それがということで、じゃあ、あの一口じゃいただきたいと思います。はい、この体勢だと骨はいけないので、ちょっと汁いっていいですか。置きます。置いて、じゃあちょっといただきますか。すごいボリュームですよね。はい、さあ、じゃあこっち行くからですかね。はい、これは僕は手で食べるタイプだけど、今日は箸でいただきます。この肉ついてるんですよ、こっちです。うまい、めちゃめちゃうまい。優しい味です。ぜひ皆さん食べてください。お願いします。はい、ありがとうございました。あ、そうですね、なんか強敵ですよ。はい、それでは高校、名護市行きたいと思います。お願いします。はい、名護市のプレゼンはこちらの方です。お名前お願いします。ハイタイ。ハイタイ。第49代名護桜の城の岸本千佐です。はい、よろしくお願いします。準備大丈夫ですか。はい、大丈夫です。ではそれではプレゼンいきましょう。プレゼンスタート。さて、沖縄のグルメといえば圧倒的な人気の沖縄そばですが、トッピングや地域によっていろいろなそばがあるのはご存知ですよね。はい、例えば手びちそば、吉豆腐そば、もずくそばなど、中でも王様はソーキそばですよね。ソーキそば大好き。沖縄そばは主に三枚肉をトッピングしますが、ソーキそばはいわゆるスペアリブ、あばら骨がついたお肉がトッピングされています。名護はソーキそばの発祥、元祖、本格と名乗るお店が多数ありますが、その真相はいかに。ということで、数ある老舗や名店を巡ってソーキそばの歴史を見るのもおすすめです。ぜひやんばる名護に本気のソーキそばを食べに来てください。はい、ありがとうございます。これジュースドバドバかけた。はい、うわ、見てください。あ、いいな。丸麺のね、最高のソーキが乗ってますよ。すごいですね。すごいですよ。食べてください。いいですか。はい、じゃあ、じゃあソーキいっちゃっていいですか。お願いします。いきますね。ソーキってね、わー、柔らかそう。くるくる。麺もいって、麺もちょっと麺もいいですか。麺いけよ。荒っぽいな。うん、うわ、最高です。いいじゃない。スープもいいです。スープもいいですか。スープもいいよ。いけいけ。しみる。紅生姜いけ。紅生姜しみるわ。紅生姜もいけ。紅生姜もいいですか。紅生姜もいいよ。いけ。紅生姜、紅生姜です。骨汁も飲め。紅生姜、紅生姜、そうなんですね。骨汁もいけ。骨汁も、もう入らないですけど、もうこの早期、自分の早期と入れ替えちゃっていいです。うわ、早期。ぐちゃいっちゃい、それも骨汁も。いっちゃいっちゃい、骨汁。いや、骨汁もいいな。骨汁もうまいな。はい、ありがとうございます。素晴らしい戦いですね。いや、素晴らしかったです。いい、ね、うわ、食べたいですけども。はいはいはい、食べたい。決いい勝負だったんじゃないですか。いっちゃいと思います。食べちゃダメだろ、はいはい、さあ、次はこちら、イベント。お、イベント。はい、こちらどちらの地域もイベントが多彩となっておりまして、はい、多彩イベント対決となっております。はい、さあ、どちらからいきましょうか。今度は、名護からいっちゃっていいですか。名護からいきますか。いいですか。いっちゃいっちゃい。名護のプレゼンはこちらの方です。はい、お名前お願いします。ヤギ出てきた。ヤギが、ヤギが泣いてますけども。はい、ヤギ汁好きのうさぎ年、はい、戸口です。難しい。うさぎ年という情報がありましたけども。難しいですね。準備いいですか。準備です。はい、はい、それではプレゼン、はい、スタート。
はい、名護では、多彩なイベントがたくさんありますが、地元の人にも観光客にも大人気なイベントが盛りだくさん、はい、ということで1月の日本の春はここから始まるという、第60回を超える名護桜祭り、そうそう、2月日本ファイターズのキャンプイン開催で、今ではたくさんのプロ野球キャンプが行われる沖縄ですが、なんと一番最初日本ハムの名護キャンプからなんです、続きまして3月は春の訪れを感じるカバー祭に花香り祭り、勝山シークワーサーで開催、ヤギの対決も見ものです、4月は市民が集う21世紀の森ビーチで海開き、はい、5月羽地大川での鯉のぼり祭りに中山区でのゴーヤ祭り、7月5日は名護の日として市内あちこちで、また矢賀寺サイクルロードレースにも、来てください。で、名護の夏祭りは花火が近くで臨場感あふれる花火が大人気です。そして8月は名護市長杯争奪で、全島ハーリー大会、名護を制する者が沖縄を制する。そして9月は各区で歴史伝統文化の豊年祭、五穀豊穣と無病息災、11月には熱帯の花となれ世界各地から参加のツールド沖縄、12月には自然豊かな市内を歩いて健康増進、名護ヤンバルツーデイマーチ、いろんな手作りマルシェクラフトイベントがたくさんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。最高のプレゼント多いですね。イベント本当多いですね。ちょっと詰め込みすぎじゃないですか。1月から12月までめちゃくちゃありましたけど、もうほぼイベント屋です。ヤギの対決とかもあるんですね。あるんですよ。ぜひ3月普通にこう戦う感じですか。こういう感じです。あ、続きで、あ、なるほど、ドンとちょっと近づいてきた時ちょっとびっくりしました。はい、さあということで、はい、盛りだくさんでしたけども、はい、はい、高校は、三郷工業高校です。いや高校聞いてない。どうですか皆さん、高校聞いてるわけじゃない。高校ですね。素晴らしいものなんですね。そうそう、大事大事、素晴らしい。はい、じゃあということで、高校プレゼントしてくれる方誰ですか。はい、はい、じゃあ行きましょう。じゃあこちら前に立って、はい、自己紹介お願いします。皆さん、ハイタイ、茶山町7代目茶山町チュラハマ大使、ミスフィリソ進化の大城リオンと申します。はい、大城さん、大城さん、リオンさん、ちなみに大型です。はい、ありがとう。じゃあ準備大丈夫ですね。はい、はい、それでは行きましょう。プレゼン、よーい、スタート。私たち茶山町では年間を通して様々なイベントが開催されております。その中でも一押しのイベントを紹介いたします。まず一つ目は、シーポート茶山カーニバルです。あ、いいね。毎年7月に行われており、沖縄県内では一番最初に始まる夏祭りとして今年で37回目を迎えます。第1回沖縄国際映画祭が行われたサンセットビーチで行われて、歌やアトラクション、夕方には町内の青年会がエイサーを披露してくれ、フィナーレでは水上花火で締めくくります。うん、綺麗よ、めっちゃ水上花火。毎年県内外から10万人ほどの方々が来られる祭りとなっております。そして2つ目はハロウィンフェスタ in 美浜です。毎年10月31日は子どもたちは多くのお店を回ってお菓子をもらい、大人は思い思いの仮装をしてにぎわいます。子どもから大人まで多くの人が楽しんでいます。茶山町は普天間基地と嘉手納基地に挟まれている土地にあるため、米軍関係者も多く住んでいる地域ですので、異文化交流のイベントとして定着しております。このように茶山町ではいつでも楽しめる街、茶山となるよう、沖縄県内外の方に楽しめるようなイベントをたくさんご用意しておりますので、はい、ぜひ茶山町に面相利用。はい、ありがとうございます。素晴らしいですね。いいですね。いや、どちらもイベント多いな、マジで。いや、多いですよ。すごいですね。はい、花火が上がるんですね、毎週。しかもあ、そうですね、毎週土曜日にも花火上がるんですよ。毎週土曜日太っ腹ですよ。10万人駆けつけてくると。そうですよ。だから茶山町の人口が10万人増えます。いやいや、県内から来るわけじゃないから。県内からも行きますからね。いや、いい対決がまた続いておりますが、はい、いいですね。さあ、3つ目はこちらに行きたいと思います。はい、サンセットスポット。はい、来た。いや、こちらもただのサンセットスポットではなくてですね、はいはい、告白されるなら、女性が告白されるならどちらがいいかという、うわー、キュンキュンしたいな、目線でやっていただきたいと。なるほど。女性多いですからね。はい、確かに。どちらからいきますか。じゃあ、すみません、ここはやっぱ茶山町から行かさせていただきます。茶山町から行きましょう。お願いします。さあ、じゃあということで、はい、プレゼンしてくれる方はどなたでしょうか。はい、毎日は来てください。お願いします。さあ、自己紹介どうぞ。はい、7代目チュラハマ大使、ミスサンセットの稲峰マリナと申します。あー、マリナちゃん、素敵ですね。ちなみに
A 型です。 A 型です。唯一 A 型です。残念そうに言わない。O 型で揃えてるわけじゃないんだよね。別に。じゃあということでプレゼン準備大丈夫ですか。はい。それでは行きましょう。プレゼン用意スタート。北谷町は西海岸に面しており、どこからでも素敵なサンセットを眺めることができます。そうそう。特に海沿いにありあるデポアイランドボードウォークでは、すぐ目の前は海、通り沿いにはおしゃれなカフェや飲食店が軒を連ね、インスタ映えするモニュメントが散りばめられていて、まさに海と街が一体となったエリアになっているので、最高の夕日のロケーションとなっております。さらにボードウォークを含むデポアイランドエリアには、春分の日と秋分の日の年に2回だけ夕日が差し込む壁画など、素晴らしい夕日を背景に告白スポットとなる数多くのモニュメントが点在しており、告白だけではなくプロポーズのスポットとしても一生の思い出に残ること間違いなしです。海沿いのボードウォークで告白するもよし、オーシャンビューのホテルから夕日を眺めながらの告白もよし、秋分の日と秋分の日の特別な日の光とともにプロポーズするもよし、街の全体が演出する茶壇で告白されたらノーとは言えないパーフェクトサンセットスポットです。ありがとうございます。ケイン小杉さん出ました。絶好調です。ありがとうございます。これは素晴らしい。モニュメントのところはモニュモニュって言いました。でもパーフェクト、パーフェクトです。はい、それではここ名護行きたいと思います。名護市のペンギンはこちらの方です。はい、第46代名護桜の女王の田場夏実です。はい、はい、私の小学校からの同級生です。あ、そうなんだ。同級生が来ました。スナックに行った社長みたいな、そんな同い年なんですか。同い年です、なんか似てる。いいですか、もう準備できてる。いや、そいける。褒めてねえよ。いけるな。褒めてない。全然褒めてない。楽しみですね。じゃあプレゼンやめてあげてよ。スタート。名護市は沖縄県内で唯一3つの海に面している町です。朝はサンライズ、朝日が昇る串エリアは初日の出でたくさんの人で大にぎわいです。八ヶ地羽地エリアには内海があり、タイミングが合えばあのウユニ塩湖のような幻想的な景色が見れるスポットもあります。そして一番ロマンチックなサンセットは、南は武勢並岬あたりから木瀬ビーチ、高木ビーチ、道の駅巨田、そして七曲り、そして一番北は武磨岬と長く内湾になり、すべてがつながっていてとても綺麗です。波がとても穏やかで心がとても和みます。その和むという言葉から名護が生まれた説もあります。愛する人に深い愛とロマンを語ってもらうには最高の場所です。季節によって太陽の沈む場所が変わるのもとても魅力の一つです。一日を締めくくる赤く染まった名護湾では、まるで映画のエンドロールのような素敵な雰囲気と余韻であふれています。愛の告白を考えているあなた、ぜひ名護に来てお試しください。はい、ありがとうございます。すごい。知念君横でうっとりしてましたけども、ちょっとあの今日予定あるほか、いかん。素晴らしいプレゼンでした。3つプレゼンさせていただきましたけども、はい、スタジオの皆さんどうでしたか。はい、どうもこうもよ。素晴らしかったよ。こんな急に言われてもさ、決めづらいよね。それではですね、はい、皆さんどちらのプレゼンが熱かったでしょうか。判定に参りましょう。水持って前向いたんですよ。みんな札持つの。水飲むタイミングじゃないですよ。一人水飲まで水飲まない。さあどうしよう。一斉に水飲むわけねえ。みんな振り向くからさ。はい、それでは判定です。札を上げてください。せーの、ダン。お、茶壇町が4票、そして名護市が1票ということで、今回は茶壇町の勝利です。おめでとうございます。茶壇、おチャタン、イエーイ。ゲストの皆さんはどうしてチャタン町を選んだんですか。はい、1人ずつ。私はあの骨汁が美味しそうでした。骨汁ね、なんか
ソーキそばって食べたことあるんですけど、うん、骨汁はなくて確かに出汁がすごく効いてて美味しそうだなって思いました。これは行ってみたいね、骨汁はね。はい、やっぱり私も骨汁ですね。骨汁年取るとスープぐらいしかいけないので。まあ確かにね、あんまり麺とか買っていけないので。ソーキそばぐらい、ソーキそばもちょっときついのよ最近。はい、さんはね、でちょっと骨汁マジで飲んでみたいなと思ってこっちに決めました。はい、そして次郎さん、つまり名古も茶壇もよく行くんですけど、沖縄行ったら、うん、骨汁です。あ、やっぱ骨汁ですか。骨汁に魅了されました。みんな骨汁なんですね。まあ確かにね、私も、はい、茶壇で、はい、大型なんで、はい、茶壇にしました。違った、ええ、絶対ダメ、それで決めちゃう。大型ばっかりだった。あと骨汁はちょっと魚苦手なんで私飲めないと思う。ええ、申し訳ない。はい、そしてそして佐藤さんは、私はあのソーキそばがね、いいね、大好きで、これブース入れて ねあとソーキそばを作ってるってことは多分骨汁もあるでしょ。いや、出してないから、だしまかないになっちゃうんだね。だから骨汁が、だからもうね、そのキッチンの方に行ってちょっとそのストロ汁ちょっと飲ませてくれってやればいけるかなっていうところで、はい、スタジオはこのような理由で選びましたが、玉吉さんいかがでしょうか。はい、ありがとうございました。やったやった、おめでとうございます。茶壇長勝利しましたけども、はい、ありがとうございます、はい、小さな町ですがこのようにパーフェクトなメンバーでお待ちしてますので、遊びに来てください。ありがとうございました。素晴らしかった、はい、はい、残念ながら負けてしまいましたけども、はい、とても悔しいですが、茶壇長のいい魅力もたくさん知れたので、はい、名護もこれからたくさん魅力を発信していきたいと思うので、ぜひ遊びに来てください。素敵です。知念君は後で告白していただいてね。いいですか、後でね、よろしくお願いします、ね、本当にね、茶壇町も名護市もすごい、はい、素晴らしい場所ですので、はい、沖縄にいらした皆さんはどちらも立ち寄っていただければなと思います、はい、以上、沖縄県から隣町でした。ありがとうございました。はい、この後は佐賀県、福岡県の我が町のおしゃれ古着屋さんをお届け、うん